南三陸町のとある場所。不思議なオーラを持ったママがいるスナックがある。オープンするのは月に一度ほど。町で活躍する移住者の本音を聞きたくて、僕は面白そうな移住者を連れて遊びに行くんだ。そのスナックの名はスナックセキララ。ヘデちゃん、今月もお疲れ様。お疲れ様、ありがとう。毎日寒いね。寒いよね。寒い中来てくれてありがとう。いやいや、とんでもない。毎月来ますから。ありがとう。1回は来る。1回は来る。楢崎さんちもね、前回来てくれた楢崎さんちもきっとすごかった。雪に覆われてるのかしら。そうかもしれないよね。ねえ、夜とかどうなんだろう、綺麗なんだろうな、星とか。そうだよね。で今月、うん、今日もね紹介した人いるのよ。待っておりました。ありがとうございます、はい、今日はね、うん、ちょっとねキャリアウーマンを呼んできましたよ。キャリアウーマン、うん、移住者のキャリアウーマン。移住者のキャリアウーマンね。へー、まあまあ憧れてるかもしれないな。そう、キャリアウーマンになりたいの本当に。そうですよ、前言ってたもん、ね、そう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 、そうなの。だからちょっと今日合わせたいなと思って、うんうん、あのうちの町の協力隊として来てくれている方なんだけど、もしかしたら会ったことあるじゃないかなって。本当？そうそうそう。誰だろう、キャリアウーマン。誰だろう、多分もうすぐ来るんじゃないかなと思うけど。こんばんは。こんばんは。こんばんは。お誘いありがとうございます。はじめまして。ですよね。はじめましてか。はじめましてです。みくママです。山口です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうぞかけてください。はい、失礼します。なんと、はじめましてだわ。そっかそっか、うん、山口清さんね。清さん、清さん、はい、ありがとうございます。地域おこし協力隊ってどちらの協力隊に。はい、あの安倍組の陸上養殖の協力隊です。まさきさんのシーズン。はい。あー、なんとあの存在はしてたんだけど、はい、うん、裏方です。え、でももう来てこっちどれぐらい、はい、そうですね、ちょうど1年と2、3ヶ月ですか。今日、一昨年の10月からなので。1年ね、はい、数ヶ月たのに、はい、全然合わず合わずどこに隠れていたんですか。あのちょこちょこと動いてたんですけど隠れて。仕事でいろんなとこ行ってますもんね。そうですね、割とあの最初はいましたけど、そうですね、去年1年かけて割とちょこちょこ出てますね。はい、シーズンのね、はい、商品はもちろん私も知っていて、うん、ありがとうございます。そう、あの Facebook とか、はい、SNS のね、ものも時々そう拝見して、はい、結構ね、東京の方とかでも物販に出られたりとか、はい、うん、はい、してますね。着実にこうはい、あの SNS の中の人なんで。SNS の中の人なんです、中の人なんです。そう、なんか全然、はい、そのスタッフさんの姿は、うん、あのなかなかお目にかかれてなかったから、はい、中の人でどんな方がやってるのかなとか思いながら、はい、いろいろ発信してます。ご出身はどちらなんですか。はい、静岡県の三島市です。そうなんですね、はい、じゃあなんか割と、まあ、かんすごいざっくりだけど関東圏はざっくり関東圏なんか生き慣れた場所。そうですね、まあ、出身静岡ですけど、うんうん、まあ、ずっと、まあ、学生時代からはもう東京出てるので、うん、その仕事前前職とかも。そうですね、はい、もうずっと転職するまでは東京と。ずっと東京に。はい、1年3ヶ月前にこちらに来て、はい、うん、まあ、きっかけというか南三陸は来たことあったんですか。は初めてです。ただ通ったことはあるっていう、うん、通ったことは仕事の都合で実は大船渡に行ったことは、と気仙沼は行ってたんで、本当に通っただけ。それはもう滞在してたんですか。はい、まあ、いや日帰りで大船渡しました。あ、本当に通ったほどだからそうですね、新幹線朝一乗って終電で帰ってきてっていう。キャリアウーマンってひでちゃんから聞いて、結構じゃずっとあの仕事を。そうですね、うん、割と、まあ、中のジムの方が主体なので、
そのキャリアほどではない気はしますけど。あ、そうですか。はい、前職はどんなようなお仕事を。前職はあの航空会社におりました。航空、じゃ空港で働いてたんですか。は、あのほんの一瞬ですね、うんうんうん、カウンターにちょっと立ったぐらいですけど、もう本当はもうその中のさらにその中。へえ、はい。そうか、まあいろんな。ね、なんか航空会社っていうとね、キャビアアテンダントさんですね、部門ありますね。だから花形ではないんで、裏方で。そうなんだ、はい、今はそしてこちらに来て、はい、その阿部組のシーズンの事業も、はい、シーズンではどんなことをメインに。メインは商品開発と、うん、まあ、陸上養殖のあの出来栄えを聞きながら次の商品展開考えたりとか、マーケティングしたりとか、あとは売り子になったり、まあとSNSの中の人とか、あとはそうですね、まあいろいろ、まあ観光まではいかないんですけど、いろんな展開事業を考えたりとか企画したりとか、はい、いろいろやってます。まあ、前の そのキャリアの時からそういう企画系だったりとか、うん、そうですね、基本企画部門に近いところに配属されてたので、うんうん、まあ、プランニングしたりとか調整したりとか調達したりとかそんな仕事です。南三陸に来たのは、うん、まあ、そういう仕事をしたいなと思ってこれ、うん、まあ、それもありますけど、うん、どっちかというと気分転換ですか。気分転換。新しいね。割とずっとデスクに、あの本当に朝から晩、うん、もう本当ずっとつきっぱなしなんで、結構きついですね。きついですね、うんうんうん。何年もやってると。なので、まあ、気分転換ですね。気分。いろいろ情報を集めている中で、うん、ビビッと来て、まあ、いろいろこう情報、まあ、何やりたいかなとか、うん、いろいろ考えてはいたんですけど、うん、なんかこう面白いことないかなみたいな、がヒットしたのが養殖ですね。養殖にヒットしたんですね。養殖事業。そのシーズンって具体的にどういうことやってんのみたいなところ。そうですね、あの養殖っていうとなんか人の手が作られたってイメージあると思うんですけど、うん、実際漁業部門、まあ、海藻の養殖って手を加えてはないんですね。あのそのままあの海の水を陸へ繰り上げて、うん、でプールを作って、そのプールの中で海藻を育てるっていうんで、うん、本当のあの作ったっていうんではなくて天然そのものを生かしてっていう、そういう陸上養殖です。うん、で、まあ、それを、うん、いや松毛でしたっけ。はい、ね、松毛ですね、こちらの。持ってきてくれたんですね。そうなんです、今年いい感じで今育ってるので、多分まだ販売まではいかないんですけど、一応今月2月からは、はい、少しだけ取れるとこですね。1年どれぐらいで育つ。ですね、12月のちょうど寒い時、12月ぐらいからプールに入れ、うんうん、まあ、8月ぐらいから種は育てるんですけど、うんうんうん、まあ、ちょっと大きくなった頃に12月ぐらいにプールに入れて、うん、で成長度合いに合ってプールの大きさを変えていくんですね。だから1ヶ月ぐらい。お引越し。はい、引越しです。なんかこうワカメみたいにこうロープとかにつけていく。ではないんですよ、あの本当にちっちゃい種っていうんですかね、あの海藻器ってもっとミリ単位のやつがこう浮遊させて、でマリモみたいになり、それがプールに行って、でどんどん大きく育つっていうんですが、あの海藻って結構ペトンってつくのがあれなんですよ、吸盤がないままの。なので本当見てるとマリモが動いてるっていう。確かにその水槽の中でくる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 動いてる。はい、でちょっとずつ大きくなっている。はい、へ、面白いっていうか癒されますね、じっと見てるだけでも。どれぐらいで食べられるようになるんですか。だいたい1ヶ月半ですね、成長期に合わせてなので。今ちょうど今大きいプールに行って今収穫を今月してるので、シーズンでは松毛をその松毛の、はい、海産物として売ってるわけじゃない
ですよね、結構なんかいろいろ。そうですね、はい、一応松もまだ育つのには時間がかかるというか、うんうん、私たちもそんなにすぐに市場に出せる量はできないので、うん、だったら松もやりつつも、まあ、できれば海藻そのものをコンセプトにして広げていきたいなっていうのが、うん、今回そのシーズンっていうブランドの中にこもってるそうです、うん、思いが作った方の。なるほど、これは何か入ってるんですか。はい、実はうちで、はい、まあ、先ほど言われたうちの第1番目のこちらですね。いただきましたよね、はい、バターですね。バターですね、風味料ね、はい、でこちらがですね、昨年のあたりから出ましたバターサブレです、うんうん、写真では見たことある、はい、食べたことある。ある、美味しいから。そうなんですね、で、あとは今これですね、今マルシェで人気の、うんうん、はい、シーズニングのセットです。あ、それはもうほと、まあ、シンプルな海藻を。そうですね、シンプルな海藻を使ってもらいたいなっていうところで、はいはい、バターに変わる商品です。へー、でも南三陸ではなんか、はい、なんかこうわかめが売ってたりとか、うん、海藻そのものはやっぱいっぱい並んではいるけれど、うん、その海藻を使ったこういうお菓子だったりとか。そうですね、そういうものってあんまり珍しいと思いますね。やっぱりバターだけ、バターをどう使ってもらおうかっていったのがこの2つに出てきて、うん、でじゃあっていう感じで、まあ、試作結構1年半かかりましたね。そんなに、はい、パッケージも何すごいおしゃれというか、はい、なんかきっちりしていて、うん、なんか紙袋も、ね、そうですね、はい、あ、パッケージの中全部オリジナル、はい、新しく変わりますが、いい、落書きは私です。え、あ、手書き。手書きでちょっと落書きじゃないよ、ね、見せて見せて見てみますか。いいですか、どこかな、はい、へー、本当にシーズンのシンプルなイメージで作ってるんで、本当、うんうん、白いのにシーズンって名前をつけただけなんですけど。あ、これがじゃあ全部、はい、キヨさんが描いた。そうですね、落書きして。すごい、は、はい、すごいお上手ですけど。趣味です。趣味趣味、はい、趣味です。趣味どれぐらい。そうです、絵描くのはずっと好きだったんですけど、うん、本格的に習い始めてからはもう20年超えますね。20年、はい、水彩画とね、このペン画が合わさって、うん、はい、これこの中に松も、はい、それが松もです ね、はい、ね、今は、ね、こういうお仕事をしてるけれど、こう移住のきっかけがね、気分転換すいません南さん、なんか割とほら今だと結構場所で、うん、はい、この場所に住みたいなとか多いんだけど、ね、私は全然観点違って、うん、やっぱりこうデスクワークが主体だし、うん、あと、まあ、あちこち仕事では行きますけど、やっぱこうね、まっすぐ向いてると、うん、もうなんか どこまでもこう突き進むみたいになるんで、うん、やっぱそういうのを一旦切るためにも、それで気分転換っていつも言ってますね。でもなんか私の中では、移住するっていうのがあまり概念ないんですよ。小さいとか転勤も多かったし、あちこち行くこと多いので、あまり気にしてない。あ、なるほど、はい、それは お父様とかお母様の仕事で。そうですね、はい、もともとうちの祖父も転勤族だったので、なんだろう、全国に、まあ、転勤してたからっていうのもあるし、あと、まあ、大学学生時代の友達とか趣味の友達がやっぱりあちこちいるので、あまりこう概念なくだから、もう移住しますっていう気分ではなくて、行ってきますなんですね。実際今ね、1年数ヶ月住んで、どうですか。実家よりも地形が似てるんですよ。だから別にすごい困ったことありますかと、本当皆さんよく言ってくださって、うん、実は実家にいるより過ごしやすいっていうかコンビニこんだけあるし、ドラッグストア3つあるしみたいなうちより立派じゃないですかみたいな結構じゃあ来てから、まあ、そういう商品とかを通して、はい、南三陸の人とも出会いました。そうです、まず海藻部類の方だと、うん、タミコさんとか、うんうん、それからと鮮魚関係だったら 山内さんとか、うん、それからと西条さん
あのお魚屋さんとか三浦さんもそうですし、あとはまあ取引先で蔵王の酪農の方とか、もう多種、あと海苔屋さん、気仙沼の海苔とかカニ屋さん、カニ専門とかとにかくありとあらゆるところで、あとワイナリーの方にもお世話になってますし、もう本当ありとあらゆる分野からお話できてますね。楽しいですね。そういう仕事なんで、結構あのすごい大変っていうのはないんです。大変と思うのは移動距離長っていうやつ。そうね、聞いてるだけでもなんかむしろ どういうなんかスケジュールこなしをしてるのかなとか思いながら。だいたい一応移動中にあの、やっぱ阿部君と2人で移動することも多いので、あの移動の中でミーティングみたいに打ち合わせとか、あの今度こういう商品どう思うみたいな、昨日ちょっとこの辺作ってみたんだよねって こんな感じみたいな、それをどうあの移動の車の中でしながら次の相手に会って話して商談して帰ってくる、で帰りも今日の商談の帰りのちゃんとフォローやって振り返り、振り返り、はい、そんな感じですね。でもね、企画、商品企画って結構時間かかるじゃないですか、本当に商品販売されるの。だから思いつきは早いんですよ、で思いつきから今度商品展開するまでにどのぐらいのものが必要になるとか、どことやる、誰にやってもらうっていうのと、あと同時に宣伝も考えるんで、どの PR をどこでやるかみたいな、結構大変ですね。かっこいいな。かっこよくないですよ、全然。でもなんかドタバタしてるだけです。なんだろう、こうちゃんとこう対話しながらね、できる、こう、マンツーで本当に右腕がいるみたいな感じ。いや、右腕も左腕も欲しいですね、実際。さらにね、欲しいですね。今年は一応夏から、夏間に合うのかなって思うんですけど、あの一応実店舗ができます。海藻コンセプトにしたシーズン店舗が、カフェみたいな、はい、カフェレストランのカフェショップという形でできます。すごい。食べることもできる。はい、できます。ただあのまだ限定日数なんで、週3日金土日だけなんですけど、一応あの海藻をコンセプトにして、まあ、海藻を使ったあのカフェメニューを今いろいろ作ってまして。面白そうです。でも結構大変ですね、そっちの方が。外で出てる方が楽かもしれない。ね、やっぱ店舗作って、さらにそこ で提供するものも考えて。そうですね、考えながら、あとは、まあ、こういう商品も同時に売るものとかも考えたりとか、なんか本当にあのキヨさんが日々どんな、スケジュールこなしをしようと、なんかそう、私ちょっと今年は結構なんかやる気に満ち溢れて1年始まりました。もうね、パパッとメリハリつけてガンガン行きたい感じなんだけど、方法はなんかちょっとよく分かってない。ちょっと勉強しに行きたいな。いやいや、その勉強するほどもないです。休みは、はい、まあね、さっきまだちょっと曖昧な感じとも言ってたけれども、はい、一応休みは休みって計画しと。あ、そうですね、はい、この日は休んで、で、まあ、家にいるか落書きしてるか、あとはあの本当にあの、あ、そうだ、あそこ行ってみようかなって、仕事であの行きづらい場所、例えばあの途中カフェ行って飲みたいなと思っても行けないとことか、まあ、ちょっと距離があるところとか、そういうとこに当ててますね。へー、なんかいいな、ちょっとやる気満ちてきたな。そうですか。一応事業、まあ、協力隊としてはあと1年半あるんですけど、まあ、終わっても多分この事業は続けていきながら、なんかちょっと南三陸で楽しいことできたらいいなっては思ってます。どんな、なんかあるですか。楽しい、一応ワルダ組は今あります。それはもう自分の事業、事業になる、事業でもあるし、シーズンでつなげて、で自分で動けるプランにしたいなとは思ってますね。ちょっといくつかありますね。そうなんだ。でも南三陸がまだ痛いなって思って、そうですね、まだ痛いなっていうか、なんだろう、いてもいいかなっていう言い方もちょっと変かな、なんか普通に
長くいるっていうか、なんかここに家があっても面白いんじゃないみたいな、楽しいですね楽しいというか、はい、そうだよね、まあ、協力隊ってね、やっぱ人気がどうしてもそうですね、あるので、その先皆さんどうするんだろうっていうのも、この間ちょっとたまたま協力隊の方と会って、任期終わったら何かするんですかっていうことを話もしたんですけど、私の場合はもうそのまま許されれば、まあ、このままシーズンの事業を展開しつつ、ちょっとなんか楽しいことがここでできたら、それでもういいかなっていうか、それで私の仕事終わりみたいな仕事というか、ね、あとはのんびり暮らせるかなっていう、なんかいろんなところに拠点があるっていうのは面白いんじゃないかなって思いますね。やっぱここだけっていうんだとやっぱ視野は狭くなるし、逆にいろんなとこに拠点があればいろんな角度で、いろんなものを見られるので、はい、楽しいですね移動することに 苦じゃないというかね、なんかそうですね、移動することは本当苦じゃなくて、まあ本当に なんだろうそれが普通でいたんで、なんか本当引っ越しとかいうのも本当に全然何も考えてない、そんな考えないで行くんですかっていつも言われるぐらいに、あそうみたいな気楽に考えてますね。でもね、やりたいことがあるから今はじゃこのフィールドで、そうですね、このフィールド、結構いろんなことを挑戦させてもらえるフィールドですね、南三陸って。だから本当にこうしたいなと思ったら、この人こういうことしてるよとか、そういう情報も入りやすいんで、結構あるんですか、そういうことは。ありますね、結構いろいろと話聞くと、じゃあ一緒にやれそうかなとか、お任せしちゃおうかなとか、だからこれも一つはやっぱりネットワークがちゃんと南三陸しっかりできてるっていうのも大きいかなって思いますね。だからあの日本にいなくても海外でもちゃんと、まあ、言うならば時差を考えて通信してくれって言いたいぐらいなんですけど、でもまあそういうふうにあの本当に身近に感じて、だからあとどれだけ自分がここの土地の魅力を発信できるかが目下課題ですね。でもなんかさっきの言葉で、あの最初ほら場所とかには全然こだわりがなくて、まあやりたいこととか興味でね選んで南三陸に来た、けどなんか最終的にとか今の段階では土地の魅力もね発信したいなみたいな、なんかキヨさん、そうですね、やっぱりいろんなものとか、やっぱこう商品介していろんな人がいて、であの、まあ、世代も交代しつつだけど、あのやっぱり一歩外出ると南三陸から来たんですっていうと、もうその土地の情報を知りたいとか人が多いし、だからそれにはあの実は私知らないんですっていうわけにはいかないんで、まあ、それは本当にあの、まあ、仕事を、まあ、航空会社でやってたのはやっぱり顔を仕事して表に出なくてもやっぱ顔になるんですよね、会社の。だから常にあの全ての情報を網羅しているようにっていう教えがあるんで、やっぱそこからあの本当に一歩外出るからやっぱ顔にならなきゃいけない、あの作られた顔ではなくてちゃんと自分が調べた上で の発信、これは本当にいかに自分が調べて頑張って調べてるが伝わりやすいんで、興味持ってもらえる、それは本当にいつも大切にはしてますね、なるほど、まあ、いろいろ大変ですけどやることを本当 ね新しいものを始めていくっていうのは、だから割とよく言われてるのは、あの地元の人じゃなかったんですかっていう、だからそう溶け込み具合というか、溶け込んでるっていう、溶け込んでるっていうか空気になってるできるだけこうあの影でこう動けるよう動いてるんで、本当にあの姿はね、あの、はい、表に出ない、活動はよくお見かけしましたけど、はい、あの活動があの表の顔なので、はい、裏の顔は絶対出さないっていう、じゃあすいません、ちょっとそろそろオンラインで打ち合わせあるんで、この後、はい、この時間から、
この時間からすいません、スペインの人なんで海外スペインの企業の方なんで、すいません、時差を考えるとね、そうそう、時差考えてくれっていう本当、いやいや、ありがとうございます。こちらこそありがとうございました、ごちそうさまです。ちょっと打ち合わせ頑張って、また、はい、またお邪魔します。いいえ、またあのぜひぜひ、はい、お話聞かせてください。はい、ありがとうございます。お邪魔しました。では失礼します。頑張ってください、はい、スペイン行ってらっしゃいましょうひでちゃん、今日本当ありがとう。なんか、うん、私ほらさっき言った通り、うん、今年バリバリ働きたい気分だったからさ、なんかちょっとスイッチが入った感じ。あ、よかった、よかった。なんかこう、これをやるって決めたところの行動がすごい早いし、ね、そのもしかも軽やかな。楽しそうだったね、なんか何よりも。うん、あ、ちょっと見上げってきたぞ、エネルギーが。だよね。なんかその発信するにしてもさ、うん、裏方って言ってたけど、うんうん、だけど確かに商品はすごく出てきてるんだけど、企業さんがなかなか、うん、だけどそのさ背景にはいろんな人がこう関わってきて、うん、で応援していくみたいなところ、そのネットワークもちゃんとできてて、うん、すごいな。そうだよね、うん、ちゃんと商品一個一個輝いてさ、こう発信されてるもん ね、 ね、それを支えてる企業さん、新しい南三陸ブランドね、え、いや本当だよ、ゼロからのスタートだもんね。でなんかでも今後もなんかね、新しいことちょっとやりたいことはあるんだとか言ってたから楽しみだなね。え、ちょっと私もあの女性キャリアウーマンのこのモデルとしてこうキヨさんを今後もウォッチします。やってこそありがとう、またじゃあ、うん、楽しかった、ありがとう、ありがとうね、またちょっと誰か、うん、ちょっと年度末ね、次になるけど、そうだね、忙しい時期だと思うけど、いいよ、ま、必ず来てね、月1回待ってるから、はい、ありがとうママ、うん、気をつけてね、じゃあね、